ートレース三国シリーズ初日の競争です。競争水面上続いてのカードは予選特賞第9レースです。対戦メンバーは1号艇金子武史、2号艇東本勝利、3号艇本岡勝利、4号艇佐々木ひろみ、5号艇石田聖吾、6号艇西川慎太郎、以上のメンバーです。ゆっくりとインコース向かいますのは1号艇金子武史。本日はこの高枠からの一走となります1号艇金子の陰線です。2コースには前半レース2着と船券に絡んでいます2号艇東本勝利、3コースには3号艇本岡勝利が向かいます。4号艇佐々木ひろみは本日このレース1走チルト 0.5 度に跳ねての登場です。4コースへと向かいます。5号艇石田聖吾5コース、6コースには6号艇西川慎太郎です。西川このレースはピストン2個、ピストンリング4本、シリンダーケース、そしてキャブレタ、それぞれ交換しての登場です。3対3と定番通りの並び2つに分かれています。このレースは絶好枠1号艇金子武史が人気の中心です。人気の相手2号艇東本勝利に票が集まっています。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。5号艇石田高スタート、4号艇の佐々木もいいスタートを切っています。逃げ体勢作る1号艇金子ですがまくります。4号艇佐々木まくり出す形で5号艇の石田、最内から迫る3号艇の本岡バックストレッチ入っています。トップ争いは5号艇の石田と4号艇の佐々木、2艇のトップ争いです。3番手は1号艇金子を間に2号艇東本が打ち、外には6号艇西川、3号艇本岡最高峰、スタートは正常です。先前する5号艇の石田聖吾、内から切り込む形で4号艇佐々木ひろみです。離れた外に5号艇石田、内から猛追は4号艇の佐々木、2艇のトップ争いが続いています。その後ろは2号艇の東本と1号艇の金子、大きく離れまして3号艇の本岡、なお6号艇の西川にアクシデントがあります。お知らせいたします。6号艇西川慎太郎は転覆のため失格、6号艇西川慎太郎転覆のため失格となっています。トップ争いは4号艇の佐々木ひろみが3艇身リードを取っており、これから2周にマークです。自己艇レスキュー避けての旋回構想です。4号艇佐々木、先頭は4番佐々木が5塁、2番手5番石田が5塁、3番手1番金子が5塁、2番東本、ラストは3番本岡が5塁です。